どうも、ヌネです。星のカービィ、ウィーデラックス、遊んでいきます。なんか可愛いワズちゃんがいるんですけど。ワイワイマフローカーランドからやってきたお土産屋です。へぇー。遊びに行ってみようか。キャンセルしちゃった。自らの時代のどこかの世界のお話。ある日、旅人のマフローは友達と遊べるテーマパークを作りました。4人でワイワイ楽しいアトラクションに素敵なお土産の数々。楽しさ詰まった夢のテーマパーク、その名もマフローランド。いろいろなアトラクションで遊べるよ。スタンプラリーも用意してる。アトラクションをたくさん飲んでスタンプを集めてね。お土産をプレゼントしちゃうよ。ファデルティのなりきりお面を手に入れた。あ、リックのお面。元気ドリンク1個。手に入れたお土産はエントランス広場にあるお土産屋で預かっているから、後で覗いてみてね。SP ユーズがワイワイマフローランドに遊び来た。どうやって遊び来たの？なりきりお面やお面アイテムを預かるお面屋ゲアです。こんな感じで。いろいろあるんだね。まあ、とりあえずストーリーモードをメインにやっていきたいので、ストーリーモードいきます。行っちゃった。ではステージ3行きましょう。もう壊せないか。これはアイテム使えるんか、これで。へえ。
ケットがあった。チケット。
よし、これでコンプリート。20個で船の扉が直って3度チャレンジがオープン。ヌヌのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。